日本九州地方福岡県福岡市西区玄海島。玄海島は福岡県福岡市西区に所属する島である。統計130度14分、北緯33度41分に位置する。福岡湾の出口、玄海灘に面している。また、地名としての玄海島の故障は福岡県福岡市西区の大技となっており、全島がこれに該当する。 面積1.14平方キロメートル。周囲4.4キロメートル。形状は北西から南東に向かう丹田円形。最高地点は円軒山。水深20メートルの海底から立ち上がる陸島である。糸島半島に続き、リアス式海岸である岩石海岸が発達している。糸島半島との間の海峡は幅2.6キロメートルで、 あり、おとなし瀬戸と呼ばれる。瀬戸中央部には大津久江島、小津久江島が位置する。島の北方約300メートルに黒瀬と呼ばれる幅200メートル程度の岩礁が発達している。黒瀬は、新生代第4期に活動した福岡県唯一の火山島に分類され、玄武岩で構成されている。北西約500メートルに柱島が位置する。古くは串島、 次に月海島と呼ばれ、最後に現在の玄海島という呼び名に変わった。1956年6月1日に指定された玄海国定公園内に位置する。訪問客は年間1万4千人。多くは釣り客である。玄海島の動物としてカラスバとクロサギが挙げられる。観光名所として小高神社や若宮神社がある。2005年に発生した福岡県。 西方沖自身からの復興後は、本土の小中学校からの遠足を承知する活動などを進めている。一方、震災前に2件あった民宿はどちらも再開しておらず、食堂等もない。漁協の商店も非祝日は休みであるなど、観光客の受け入れ体制はまだ十分に整ってはいない。島の南端に限界東稿が開き、 博多不島と玄海島を結ぶ福岡市営都線の定期航路がある。1日7便、18km を所要時間35分で運行する。かつては糸島半島の宮浦と玄海島を結ぶ航路もあったが廃止されている。震災前は集落内の道路がほぼ全て階段という独特なものであったが、復興工事により車道が整備され多くの道路で、 自動車の通行が可能な状態となっている。また、高低差50メートルの斜面地の移動のためにエレベーターも設置されている。漁港から集落を結ぶ荷物運搬用モノレールが島の南側斜面の東西に1基ずつ存在している。これは、集落と漁港の間を車で移動できなかった震災前に設置されていたものであり、現在は使用されていない。 島の南西部には災害時や救急搬送用に利用可能なヘリポートが設置されている。すべての人家が島の南東斜面沿岸斜面に集中しており、約700人の島民が主に漁業に従事している。ブリなどの一本釣り、サザエ漁が盛ん。小女島と並び、西区内の離島振興法指定の離島である。福岡県西方沖地震からの復興後、 南側の斜面地は新築の家が並ぶニュータウンのような景観となっている。島の南東に福岡市立玄海小学校、福岡市立玄海中学校が立地している。ありがとうございます。